じゃないって最終的に言ったんじゃそうそうそう、一番言うの私ね、散々質問しといたんですごいですよ。でも何でしょうかね、質問って。いやいやいやテクノですか、ええ、古いですね古いとか言われてテクノって言ってるのもまた快感なんですよ、最近ね、うん、元祖テクノっていうより頑固テクノみたいな。こんなの説明できないテクノね今度ゆっくり、はい、もう一つ、私がね僕たちの場合はラッキズムない金子さんのやつね、あの全然アーティスティックなこと考えないでね、全然興味ない人見てもかっこいいですよ、軽いんですよ。いや、かっこいいです、高級なんです、もちろん高級芸術なんか今更聞くのもあれなんですが、金子さんにとってエロティスムってどんなことですか？